皆さんこんにちは、今日は大津投手は私は除名されたと自白したのかということでお話ししようと思います。立花隆氏の、10月26日の動画を取り上げます。で、その、タイトルは、先に結論言うと自白してないということなんですけど、はい、タイトルは、裁判報告ついに自白、大津サイドが私は党から除名処分を受けてる、裁判のたびにコロコロ変わる主張、その理由は嘘まみれだから、というまあこういうタイトルになっております。で、まあ、こちらの動画の3分7秒あたりから、まあ、この自白したとかいう話になって、で、この、まあ、要はこの裁判っていうのは何の裁判かっていうと、ネット選挙株式会社が大津投手にポスター代を請求している訴訟になります。で、まあ、その訴訟で豊田弁護士が、裁判所に出した書面に、次のような文章があったということで、まあ、この動画内に切り抜かれていたので、関係がある部分だけ、抜き、これになります。まあ、被告っていうのは、大津氏のことなんですよね。被告はその立候補していた目黒区議会議員選挙の告示日に先立ち、政治家女子48党の創設者である立花隆や新代表者と名乗る斉藤健一郎から鍵括弧除名鍵括弧閉じるを言い渡されていたことからぬかぬんっていう、まあそういう、まあ一部になりますけど、まあこのように書いてあるんですよね。で、まあ、これを捉えて、村岡弁護士とか、立花氏は、大津投手が除名されたことを認めたんだっていうふうに言ってるんですよね。で、まあこれ、まあこの内容は何が書かれているかっていうと、まあ簡単に書くとこの丸1になると思うんですよね。だってちょっと日付はまあ適当に入れ、ちょっと日付はちょっと告示日に先立ちっていうのをまあ勝手に変えてますけど、まあ、それ以外はまあこの丸1っていう内容になると思います。私は令和5年4月6日、立花氏から除名と言われた。まあこれがね、まあこの内容だと思うんですよね。でも、まあ、この言われたって、まあ言い渡されていた、言われたっていうのは、まあひょっとしたらその SNS を介して、まあ言われたっていうか伝えられたっていう、まあことかもしれないですよね。その、なんていうか、ツイッターとかに、その除名したとか、この、まあお二人が挙げていて、まあそれを見て知ったとか、まあその可能性もありますよね。電話で言ったとかじゃないかもしれません。まあ要は伝えられたっていうことで、まあこれ、意味でまあ言われたと書いております。で、まあこのじゃあこれがまあこの豊田弁護士が書いたことだとして、で動画タイトルにここはありますよね、私は党から除名処分を受けてる、これをまあはどういう意味かっていうと丸2になると思うんですよね。まあ、この日付は勝手に入れたんですけど、まあ、私は令和5年4月6日除名された、まあ、除名処分を受けてる、受けたっていうことだから、まあ除名されたという、まあことになると思うんですよね。で、まあこれとこれが同じ意味ならば、まあ立花氏が言ってることは正しいことになると思うんですよね。で、まあ何にせよ物事を言うときに大雑把に言うときと詳しく言う時があると思うんですよね。で、まあ同じ事実を大雑把に言っても詳しく言っても、まあそれは同じ事実なんですよね。例えば誰々は何年に生まれたっていう、場合、まあかなり大雑把ですよね。で、まあこれが何年何月に生まれたっていうと、まあちょっと詳しくなって、何年何月何日に生まれた、もっと詳しくなって、さらに何時何分何秒と付け加えると、まあ、すごく詳しくなるけど、まあ、全てその誰々が生まれたことを言ってるのであって、その内容は同じなんですよね。
まあまあ、ただ詳しく言ってるだけ、具体的に言ってるだけということになります。じゃあこのもしですね、この丸2を、丸2まあ除名されたと一番なんていうか大雑把に言ってますよね。この大雑把に言ってるのを詳しく言うと、丸1になるなら、それはイコールであることになって、まあ立花氏のタイトル、まあそのね、まあ大津サイドが私が党から除名処分を受けてるとついに自白したっていうのはまあ正しいことになるんですよね。じゃあ検討が必要なのは、丸2を詳しく言うと丸1になるかっていうね、だから丸2と丸1がイコールかどうかっていうね、同じ事実かどうかっていうのが検討が必要になります。で、まあ除名っていうのはそのまあ政党がやることなんで、まあルールにのっとってやらなければいけないんですよね。で、まあルールは何かっていうと、政治家女子48党の当時の規約の13条補足に、まあここ規約、まあ一項ですよね、本規約に定めなき事項については役員会において決定するってあるんですよね。で、確かまあ12条にその除名を含む懲戒処分の種類が書いてあるけど、12条にも他の条文にも懲戒処分をどこが誰がするかっていうのは決められてないので、だから定めなき事項、誰がするかは定めなき事項なんで役員会において決定するっていうことになるんですよね。で、まあルールこれだけで良さそうなんですけど、もう一つルールがあるんです。それが民法、意思表示の効力発生時期等ということで、まあこれも一項のみ、を、引用しております。97条の一項ですよね。意思表示はその通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。じゃあ政治家女子48等が除名をする時に、除名されたっていうのを詳しく言うとどうなるか、これ丸3になるんですよね。令和5年4月6日役員会で私の除名が決議され、私に通知されたっていうね、まあちょっと日本語がまあなんていうか簡潔にしすぎかもしれないんですけど、まあ役員会で私の除名決議がされて、まあそのまあ役員会の誰かでも、まあ誰が伝えてもいいんですけど、まあ私に、まあ同じ日じゃなくてもいいんですけどね、私に通知されて、その通知が、到達した、届いたっていうね、まあ、これが除名された。で、まあ、日付もまあ合わせておくと、まあ、これ丸2と丸3はイコールになるんですよね。同じ事実を言っていますっていうことになります。で、じゃあこの丸3と丸1は同じか、同じだったら丸2とも同じになるんですけど、丸3と丸1を比べると、この私に通知されたということですよね。まあ立ち話から、まあ誰からでもいいんですけど、除名と通知されたっていう丸い、丸は丸いとね、まあちょっと私が手書きで加えておりますけど、丸いしかね入ってないんですよね。だから肝心な丸はが、一番大事な丸はがね、抜けているっていうことになります。だからということは、丸3と丸1はイコールではない、丸1と丸2もイコールでないということになります。だから丸1を認めたことは丸2を認めたことにはならない、丸2を自白したことにはならないということになるんですよね。だから、大津サイドが私は党から除名処分を受けていると、自白したっていうのは誤りになります。で、例の代表者登記変更請求事件ですかね、訴訟ですよね。その、主張は、そっちの方の主張は何だったかと思い出してみると、メインとして3月29日辞任があるんですよね。3月29日辞任。で、まあそれがダメだった場合に予備として、4月6日解任。で、5月10日、解任っていう、まあ、この3つがあるんですよね。3月29日辞任、4月6日解任、5月10日解任、っていうことになります。
だから、大津氏が退任したっていう主張に関してはこれだけね。でまあこれの後に、まあ、同日就任っていうのがまあ続くんですけど、まあ、そっちは省略しております。でまあこれだから、まあその予備の場合の主張の中に、まあ、4月6日解任っていうのがあるんですよね。でまああのこっちの話除名って言ってますよね。でこっちは解任なんですよね。でまあ除名と解任は厳密に言えば同じじゃないんですけど、ちょっと話がややこしくなるので、まあこの動画ではまあ同じということで話をまあ仕方ないので進めておきたいと思います。でまあ例えば大津あやかし側が登記訴訟の主張において、6月6日を解任を認めていた場合、まあそれは自白になるんですよね。でまあそれまああの争いのない事実として、まあ裁判の判決の基礎になるんですよね。でまあまあその場合もその同日就任、斉藤議員が就任したっていうのは認めてないので、まあそれで任用あの請求が任用されるかはちょっとまだ任用されるとは言えないんですけど、まあその重要な部分をまあ自白したっていうことになります。ではこの別の訴訟手続きですよね、このポスター訴訟で。でポスター訴訟で仮に、まあ、さっき言った通り認めてないけど4月6日解任を大津氏側が認めると、これは裁判外の自白っていうことになるんですよね。その登記訴訟で、自白になるような事実をその訴訟の外で、まあ自白したから裁判外の自白って言って、まあ証拠になるんですよね。まあ、裁判外の自白をまあ別の裁判でやってるというややこしい話になるんですけど、まあ、こういうのは裁判外の自白って言って、まあ、証拠になるっていうことになります。しかし、まあ、ポスター訴訟で大津氏側が、認めたのは丸いの事実のみなので、除名を自白したことにはならないんですよね。でまあ、その登記訴訟の方での、まあ、あの大津氏側の主張内容とか詳しいことはそのまあ分からない、まあ私は知らないんですけど、仮に大津氏側が、まあ、4月6日の役員会決議を不存在と主張していた場合、まあ、これはまあ私の考えなんですよね。その招集権は党首にあって、その党首が、大津党首が招集していないから、もう決議自体が存在しないっていう、まあ私の考えなんですけど、もしこの主張をしていた場合、だからその役員会決議があったっていうことをまあ否認していた場合ですよね、否定していた場合、丸和を否定していた場合は、まあポスター訴訟で丸和については何も言っていないので、主張は矛盾していないっていうことになります。でまあちょっとややこしくなるんですけど、登記訴訟で丸和の存在は認めるけど、まあ、無効と主張している場合も、決議無効と主張している場合も、まあ、このポスター訴訟で丸和については何も言っていないので、まあ、矛盾はない、まあ、どっちにしろ矛盾はないっていうことになるんですよね。だから、コロコロ変わってはいないっていうことになります。というわけで、前半部分はさっき言った通りこのタイトルですよね、自白していないから間違いっていうことになります。で後半部分のこの裁判のたびにコロコロ変わる主張っていうのは、コロコロ変わっていないっていうね、何も変わっていないということになります。でそういうふうにコロコロ変わっているように見えるのは、村岡弁護士と立花氏が誤解しているからっていうことになると思います。でまあその誤解の原因は相手方の主張を正しく理解できていないからということになると思います。でまあこれまあそのまあ今言ったまあ分析の前に、まあこの例えばその新代表と名乗る斉藤健一郎からとかね、名乗るっていうね、まあだから言ってるけどそれは嘘ですよっていう、まあそういう意味が含まれてると思うんですよね。でもこの除名に鍵括弧がついてるのも、そのまあ鍵括弧、まあ言ってるけどっていう、まあそういうまあ意味がね、まあこういうところからもね、まあこういう厳密に考えなくても、この鍵括弧からもね、そのまあ自白していないっていう匂いがね、香りが普通はまあその嗅ぎ取ってほしいなっていうところになると思うんですよね。
で、まあ、なんでこんな誤解をしたのかと、まあ、考えると、まあ、大津市側が、4月6日解任を認めると立花市側は有利になるんですよね。で、まあ、まあ立花市側、村岡弁護士もやっぱりそうだったらいいなっていう、まあ思いがあると思うんですね。まあ、こういうのを願望と言います。で、まあ、願望と事実を、まあ、混ざってしまってはいけないと思うんですよね。しっかり区別しなければならない。ただ、まあ、人は見たいものを見るっていうので、まあ、願望を事実と誤解してしまうっていうことは、まあ、よくあることなんですよね。で、まあ、この場合のように他人の言葉を誤解するとどうなるかっていうことなんですけど、まあ、その誤解した側は誤解してを前提に発言とか行動をするので、まあ、相手はいやそれは違うだろうっていうことになるんですよね。で、まあその、それは違うだろうって言われた側は何言ってんだっていうことになって、まあトラブルになるということになります。で、まあで、まあ、ここは、まあ、嘘まみれだからっていうね、嘘まみれっていうね、まあ立ち話側は言ってるんですけど、まあ、相手にとったらいや何言ってんだっていうね、立ち話側こそ嘘をついてるみたいなね、そういう、まあ、言い返してはいないと思うんですけど、まあ、言い返す人はね言い返すと思うんですね。で、まあお互いが嘘つきってね、まあその言い合いとかね、まあ罵り合いみたいになってしまうっていうね、まあ不毛なトラブルが発生するっていうことになりやすいんですよね。まあこういう場合は、まあ誤解した側が、まあ悪いんですけど、まあなかなかね認めない人とか、まあ、謝らない人が多いっていうことになります。というわけで、まあ、こちらの、まあ、動画は、立ち話が誤解に基づいて、まあ、人を嘘つき呼ばわりしているっていう、まあ動画に、まあ、タイトルに、ね、なってしまうと思います。で、まあ、こういう、まあ、言葉を正しく理解するっていうのは、まあ、簡単なようで、まあ、難しいものだなっていうふうに、まあ、思うんですよね。まあ私自身も、まあ結構、ね、まあ、誤解することとかあるので、まあ、意識して心がけているんですけど、まあ、なかなか、難しいなということを、まあ、実感することが多いです。ので、まあまあ、私もね、気をつけたいと、まあ、思っております。というわけでご視聴ありがとうございました。